皆さんこんにちは、ファミツアップの岩田ジミローです。そしてウキタです。あのアゲモです。よろしくお願いしま す。ということでね、今週末、レイジ予選ですね、はい、今回はまあ3連休の土日月を使って東日本そして西日本予選も同日ほぼ開催されるという形となっております。でね、今環境で一番猛威を振るっているヴァンパイア、はい、ヴァンパイア、ヴァンパイア好きの僕からすると、はい、やっとヴァンパイアがティアワンに戻ってきて超嬉しいんですよ。ぶっちぎりのティアワンですからね。ぶっちぎりでしょ。全クランクもぶっちぎりの最下位から帰り抜けましたね。ね、こんないきなりひっくり返るとは。ね、そうですよね。ということでね、ヴァンパイアを皆さん持ち込むと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと構築について今日はいろいろとこの直前に語り合いたいなと思いまして、こちらがヴァンパイアのデッキです。まあオーソドックスなね、よくある形の、採用枚数の構築ですね。基本この40枚ですね。僕もこれ使ってますね、うんうんうん、ただですよ、はい、やっぱりレイジのことを考えると、はい、じゃあ本当にこれでいいのかっていうことがあるわけじゃないですか。うん、まあ大抵の人がこの形を持ち込むと思うんで、やっぱりミラーをする機会っていうのは非常に多いと思うんですよ。まあ、そこで構築で差がつけられるかってことですよね。そうですね。じゃあ逆にこの構築に強いヴァンパイアにすればいいってことじゃないですか。まあこれがみんな持ち込むであろう、うん、まあスタンダードなデッキとして、うんうん、やっぱりヴァンパイアミラーのことを考えると、うん、やっぱね、一先がね、うん、僕はゼロだと思うんですよ、うん、それ弱気すぎないですか。でもそれ逆に結局先行の7ターン目に相手からコウモリが飛んでくるじゃないですか、はい、後攻をこちら取った場合、はいちょっと場合、はい、その場合に自分で自傷しちゃって相手のリーサルも近づけちゃう、うん、まあそれはありますねっていうので、まあ3枚採用はねえんじゃないかなっていうふうに、うん、僕は今思ってますね、うん、ちょっと人先は結局他のリーダーを考えた場合に、うん、コウモリって大体10点までしかほとんど出ないですから、うん、10点は自力で削らないといけないっていうところで、はい、人先重宝することあるんですけど、ミラーを考えた場合に結構相手が受賞してくれるから、確かに勝手にコウモリ圏内入りやすいんですよね。確かに、うん、確かに逆にその人先のダメージ分で相手のコウモリを近づくっていうリスクもあるからですから、ちょっとここはやっぱ思考停止で3枚っていうのはちょっとね、あ、それ確かに言われてる。そうでしょ、僕も思ってますね。確かに勝手に相手の体力減ってくわ、そういえば、うん、そう、なんで言うても1枚とりあえず、まあまあまあ1枚は言ってきましょう。でもさ、減らすとこもないわけじゃん、このデッキってある意味完成されてるから、はい、そうですね、全部減らしてないんですよね。そう、じゃあ1回いろいろ詰めてみましょう。他にこれ入れたいカードを入れないカード、うん、はい、そこから抜いていきましょう。じゃあやっぱ1枚ずつとりあえず候補を上げて入れてみますか、はい、あ、入れたいカードね、はい、まあ僕は絶対に入れたいのがデビルシープ回復で、はい、うん、これはもう本当僕らだけですよ、こうやって構築のね、レイジの予選前にもう言うのは僕らも出るのにそうです、もう全部惜しみなく知識をねここで出そうということですよね。まだ確定じゃないですけどね、おそらくヴァンパイア持ってきますからね、多分僕らも多分、はい、はい、このデビルシープ、うん、これはミラーにおいて、はい、強い、まさしく、うん、なんで強いかっていうと、まあ、自分が自傷してその分回復するわけじゃないですか、デビルシープって、はい、なんで相手のコウモリのリーサルから離すことができる、そして自分は自傷できる、うん、さらに高校の時だったらビーラ進化で、まあ、自分にダメージ食らわないで自傷のダメージ、ね、はい、点数を増やすことができるんですけど、はいはい、先行の時ってまあ進化系も2つだし、あ、なるほど、ね、このデビルシープで先行6ターン目とかにやって回復しながら自傷やるとかできますよね。そういった意味でこのデビルシープはとてつもない強い羊になるんじゃないかと。アグロンさん的にどうですか、このデビルシープは。そうですね、ちょっとデビルシープのデメリット点もありまして、ミラーにおいても、はい、自傷カウントがこいつは進まないんですよ。
あ、そうですね。うん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 。ということは、あのフラウロスは多分デビルシープを絡めたターンは出ないと思うんですね。確かに、はいはい、フラウロスって回復ついてるじゃないですか。うん、確かに自傷して回復すればいいじゃんっていう考えで、デビルシープがちょっと序盤に必要なことはないのかなっていう、コウモリの、あと一歩で決まるっていう段階でずらすっていうところが考えになってるから、はいはいはい、3とかはまあほとんどありえないかなと、うん、そう、ね、うん、そう、3はちょっと積みすぎですよね。入れても2か1かなって、1か1、序盤に出す分にはあんまり強くないかなっていう印象ありますね、うん、はいはい、そうですね、確かに僕もそう、もう全く同じ意見、プロと同じ意見ですわ。まあしかもデビルシープなんかさ、別にヴァンパイアミラー以外でも強いですもんね、普通にデビルシープで回復するのって。そうそうそう、回復が偉いことは多いです。そうなんですよ、うん、ちょっとコントロール気味にできるんですよ、デビルシープがあるだけで、うん、確かに確かに、回復しつつ自傷稼いで、ちょっとまあ他のクラスで7ターン目のリーサルを狙わずに8、9まで余裕があった場合とか、コウモリ2回プランとかも結構通りやすくなるんで、やっぱりどのクラスに対しても回復は偉いことは多いです。うん、じゃあデビルシープも採用の余地ありということですね。採用の余地は全然ありますね、はい、あと何かあります、候補。あとね、一応ちょっとこの話を挙げておきたいんですけど、はい、先日ね、アグノムさんと僕で、マリノス対、英雄デトネーションのね、はいはい、スペシャルタッグトーナメントっていう戦いをやった時に、アグノムさんが直前でだよ、はいはい、楽屋の直前で放送の、はいはい、いや岩瀬さん、眷属への贈り物はゼロですよ、嘘だ、こいつ強くないっすよって言って、もうこれもうちょっと本当数日前の話ですね、はい、そうですね、ありましたね、眷属への贈り物ってこのカード単体だけで見たら、うん、フォレスバット相手の場にも出すんで、うんうん、もう自分で1点食らうだけなの。そうですね、実際1枚カードを使って1点食らうだけっていう、はいはいはい、カード単体のパワーはもう限りなく低いカードなんですよね、はい、間違いないです、うんうん、でこのカードを2枚とか被ったりすると、うん、もうそこでリソースを切れを起こして、うん、せっかく PP が余ってるのにこいつしか手伝いないっていう状況があるあるあるんですよ、そこが弱いなと思って、まあ、これ絡まなくてもフラウロスもまあ街で出るし、うん、コウモリの打点もあるからちょっとゼロでいいかなってその時はちょっと思ってたんですよ、うんうん、そう、それで、まあ、その放送ではゼロに、はい、で今して挑んだんですけど、今はどうですか、じゃあ僕は、はい、まあ必要なんじゃないかなまあ言うてこれがあるだけでフラウロスが速攻でその2ターン目2ターン目とかに2ターン目に出てきますからね。あのフラウロスはでも眷属を送り物を使って出すフラウロスは弱いんですよ。まあ、結局そのフォレストバットが出る分フラウロスが取られやすくなったりして弱いんですけど、でもそれでもやっぱり無理やり出さないと回復と盤面の強さっていうのが弱い時があって、フラウロスで決めるんじゃなくてとりあえず中盤のつなぎとしてこれを使ってフラウロス出すっていう動きはやっぱ良かったんですよ。なるほど、そう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 、じゃあまあそういう意味だと別に3じゃなくて2とかでもありなんですかね。うん、送り物は、そう、3は確かに手札がね、はい、かダブりすぎるとね、うん、なくなっちゃうんですよね。かぶると弱いんですよね、このカード。だから僕は今2とかがいいのではないかなとかちょっと思ったりしてます、ね、うんうんうん、特に僕も2か1だと思うんですよね、はい、あとなんですかね、バーナレクですね、はいはい、バーナレクの評価は結構自分個人的に上がってて、はいはいはい、最初のね、本当偽装初期はね僕はもう否定派だったんですけど、うん、僕もそんな否定、どんどんも手のひらくるくる返してね、うん、やってきますよ僕は。まあ遅めにするっていう意味だったらありですよね、バーナレック3を前にする。バーナレックの7がまあこれはおまけ程度だろうって思って舐めてたんですけど、はい、意外と起動するんですよ、ね、します、全然しますね、簡単にしますね、もう全然5ターン目とかに余裕で、これ起動するとめちゃくちゃ強いんで、めっちゃ強い、うん、進化切れた後とかにでは相手の大型取りながら2点を詰めれたり、場面も3号で残りますし、うん、強いんで、バーナレクを複数枚積みたいってなってくると眷属の贈り物の評価も上がるっていう、あ、贈り物をバーナレクで無理やり起動するってことができるんで、確かにそうか、そうそう、この前その贈り物をなくした理由っていうのはバーナレクがその時まだそんなに、あ、評価が低かった、まあ、低かった、まあ、強いと思ってたんですけどそこまで高くない、今めちゃくちゃ評価高くて、しかもなってくると相対的に眷属も欲しいなってなってます、ね、しかもデビルシープ入れたことによってその眷属への贈り物で打って、あの相手の場に出ちゃうフォレストバットを取れない時って確かにちょっと弱いですけど、
フォロワー出てればそれ取れるじゃないですか、例えばデビューシープとかスコルピオとかで、そうなると結構盤面的にもこっちまた強くなると思うんで、そうですね、この除去の打ち先ができるってことですね、うん、デビューシープ増えたってことはまあさらに剣族の贈り物3枚でもいいのかなみたいな、そう、まあ上振れってね2ターン目にフラウロス出すとか、そういうのを動きをするためにも剣族はゼロはやっぱちょっときつくて、それでもね、だからちょっと減らしてっていう感じですね、まあ、ただまあやっぱりいろいろねデッキの覚醒枠やと思っているところをいじるのはやっぱこの初期段階で重要だと思うんでね、結局ゼロ枚もやばなくはない。まあでもな、確かにデビルシープないっす。バーナレクも3にするんだったら贈り物も3欲しいかもな。え、バーナレク3にすんの？いや、わかんないですよ、わかんないですよ。バーナレクは3はない、やっぱその自称溜まってからのその確定状況と失踪でちょっと遅延ができるんですよ、はい、できますね。そうで遅延して相手のフォロワーをちょっと整理しつつ次のターンに自称してまたあのコウモリでリーサル狙えるっていうその遅延ができるんですけど、やっぱ先行3ターン目とか高校3ターン目で無理くりこの贈り物とか不穏なる闇の街でバーナレックを出してバフかけてっていうのは弱い。まあそれは弱いですね。まあ強くない。あんまりそこまでは強くないんですけど、結構でも体力4って3ターン目取りにくくて、まあ確かに、割とそのバーナレックが取れなくて4ターン目にはもう3号になってるってことはまあたまにあるんで、なんていうかロイヤルのマーズのような感じですよね。取れなかったら結構きついっていう状況になりやすくて、でもこの剣族への贈り物でそのバフをかけちゃうとダメなんですよね。それで結局フォレストアート当たって3点除去で取れちゃうから、贈り物バーナレクは弱いです、めちゃくちゃ弱いです。ただ闇の町で出すバーナレクはまだある、あとスコルピオとか信者とかで殴ってバーナレク出すとか、それはね確かに強いですね。それだけ強いですね結構、その他なんでしょうね、あとコースト、あ、漱石ですね。あ、そうだ、漱石、これですね、まあ、ドローソースマッシュとして基本結構入れてる人もいますね。漱石と純真どっちがいいのかっていう話もかなり議論されてるんですけど、まあ、どっちもメリット、はい、デメリットがありまして、このカードは、まあ、とりあえず自傷ができると、ドロープラス2点の自傷がついてるということで自傷を進めるドローソー、さらに、あと2ターン目に展開できる札ですね、このデッキ先行2ターン目に展開するカードが少ないんで、そこを埋めてくれる役割として漱石の悪魔は強みはあります。いや、ヴァンパイアミラーって考えるとなんか微妙じゃないですか、まあ、そのさっきの人先の理論と一緒でちょっと2点の事象って結構痛いから、そこが負け筋になることもありますし、あとまあ単純にドローで打つとしたらコスト4で21のスタッツで22ドローだから、純真は3コスト12で2ドローでしかもすぐ引けるっていうところ偉いですよね。そう、しかもねこの漱石の悪魔の自称ってあのデビルシープが残ってないと絶対に自称の2点なんだよね、ビーラじゃケアできないんですよ、ビーラとかでもできないんで、なんでその2点がミラーとかだと結構痛いって時もありますね、すごいある、まあ、デビルシープ増やすんだったら入れなくてもいいかもしれないですね、2個そんな増やさなくても。ただね、時々やっぱね回んない時あるんですよね、このドローソース意外と欲しい時が多いんですよ、このデッキ。確かにやっぱドロー回して自傷してってっていうのが基本なんで、なんで漱石の悪魔は僕の中では1か2、純真3入れてなおかつ、そう、純真3は入れてなおかつ、で逆にあれはどうですか、ドローソーで5コストの死と、ああ、死とね、はい、これも候補ですね。そうっすね、あれも結構遅く戦うんだったらありじゃありですよね。だこいつはね、僕は今注目しているのが、はい、こいつは先行5ターン目の進化の時にビーラを上から取れる相手の、あ、それでかいっすね、相当で、さらに、まあ、2ドローと自分に1点、まあ、相手にも1ダメとカードドローがついてくるんですけど、自分2ダメージ、自分には2ダメージ、自分のリーダーには2ダメージ、なんすけど、そのビーラーが思ったよりね
あれなんですよ、相打ちが多いんですよ結局、うん、フラウロスでも相打ちになっちゃうし、うん、フラウロスは残るんじゃないですか。フラウロスは残ります。進化すると、あ、残りますね、はい、はい、残ります、ごめんなさい間違えましたフラウロスは残りますね、うん、はい、なんすけど、まあ、この会員の人で上から取ってだ先行でね、盤面空にしちゃうのって相当弱くなっちゃうじゃないですか。そうですね、ないですね、まあ、なるべく上から取りたいですね、ディーラーは常に押していきたいですね、うん、そう、なんでこいつも1枚採用ありなんじゃない。1枚採用はありな気がしますね、うんうんうん、終盤のドロー操作しても強いし、ドロー操作いくらあっても困んないですからね。そう、まあ、ただちょっとこのカードは他と違う点として、そのターン自称カウントがこいつだけしか稼げないっていう、はい、デメリットありますよね、はい、1回だけですね。フラウロスがどうしても多分このターンで引いた時は出せないから、うん、そことちょっとくっつきが良くないかなっていう点はありますね、はい。そうで、こいつをね増やすか、フラウロスを3にした方がいいんじゃねえかってい う, う, ん う, んうん、うん、今ここでねすごく悩んでます。あ、もう普通に直接召喚するフラウロスプラスその5ターン目とかに進化で使うフラウロスもでも使いたい、あってもいいんじゃないかなみたいな、うん、ちょっとなんかやることない時にフラウロスって手札にあったらポンって置いとけば、うん、まあ確かに相手処理したくなっちゃうし、うん、回復もしてくれるし、うん、っていうのでフラウロス3節、うん、そうです。基本は引きたくないカードではあるんですけど、結構ミラーにおいてはこいつに進化来て5点回復がかなり偉い場面があって、直接手札に引いてもミラーだったら結構いい、そんなに悪くないってことですよね、うん、そう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 、そうなんですよ、まあ、なんでまあ会員の人よりはフラウロスを3にした方が、でも回復過剰な気がするな、デビルシールも。まあとりあえず入れときますか、後で調整は。そうそう、このねフラウロスを3にするならデビルシープ1にしちゃうとかね、はいはいはい、まあ、でも今回構築を作るわけじゃないですからね。そうですね、まあそうそう、いろいろ選択肢が可能性を探るっていう、あるっていう動画だから、まあ、あとあれはどうですか、リリムとかどうですか。リリムねリリムさんは、はい、ま、基本的に弱いと思ってますね。うん、こいつもね、自称カウントこいつで稼げないから、ね、こいつが生き残ってどうにかその自称でアドバンテージ取っていかないと、うん、こいつ出す分のメリットはないかなっていう。ただ回った時はもう相当熱いですね、うん、強いですね。そうそう、回ると強い。あとやっぱ基本的にヴァンパイアって2コスの事象で動いていくじゃないですか、はい、なんで2コスで動いて 1PP を回復してもちょっと微妙なんですよね。なんか1ってなっちゃう時は、確かに。その時はマッチとか0コスで、ね、そう、マッチとか0を絡めたら結構強い動きができるんですけども、そう、ね、そう、あとは315っていう1がね今の環境なんか微妙なんですよね。ああ、それはあるかもしれない。そうですね、なんかスコルピオに取られちゃうし、確かにこれ上から取られるのか、スコルピオに上から取られちゃうし、まあ漱石の悪魔とか取れるんですけど、うん、はいはいはい、そんな体力1はいないかな。まあ入れる、無理して入れるほどではないのかなって感じしますね。そうなんですよね、はいはい、まあでもそのちょっと上振れたデッキを意識するのであれば、うん、そうですね、ありですね、うん、ガン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 回して、はい。他に何かありますか。他なんすかね、ここっていうか、あとはね、若干僕候補になってたのが、はい、こいつ、あースペルのね、クレアの渇望っすね。結局なんこの、まあ、はい、自分に自傷2ダメージして、はい、進化権を1回復って、要はミラーを意識した時に、うん、ビーラを置いとけばコウモリでリーサルないじゃないですか、はい、はい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 、なんでほんとつなぎ役みたいな。そうですね、このデッキっていうかヴァンパイアミラーは特に進化権がかなり大事なんですよね。確かに確かに確かに、進化にビーラーとあとジャガンの悪魔に進化も切りたいですし、うん、結構進化が重要なデッキなんで、これが回復できるっていうのは結構強いかなとは。ただ採用枠はほぼないちょっと他削ってまで入れたいっていうカードではないかなと思ってますね。3コスっていうのもね。あとあのスペルもう一つありません、ね、なんかあの
なんだっけ、カイン翼。あ、翼、あ翼ね。最近メンテで回復したニコスですね。うんうん、これもで決まると強いですよね。まあ、何につけるのが一番強いんですか。一番強いのはビーラにつけるのが最強ですね。ああ、そっか、単純に。そうか。66のビーラは相当倒せないです。うん、確かにそうっすね。マイナス2ダメージするし。特殊な状況じゃないと取れないですね。必殺とか、四天使の剣とか。ああ、そっか。ただ、そうっすね。リスクもでかいですね。取られた時の。これって、まあ、結局その自傷するだけみたいな感じになっちゃうんで、うん、でももともとこれ実装される前までは結構評価高くて、はい、ゲーム壊すレベルのカードかなと思ってたんですけど、結構ビーラにつけてもそういう除去はやっぱ蔓延してますし今、うん、はい、あと1コスとかにつけてビートしていくのも強いかなとは思ったんですけど、これ毎ターン1点食らっちゃうから、フォロワーと自分のリーダーに、はい、取りやすいんですよね、これつけても。あ、そのフォロワーは確かに、はい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 、1コス2コスって動いて1体除去されたら1コスが残るじゃないですか、はい、でも1コスこれって動いて2コスで除去されたら場面空になっちゃうから、うん、損なんですよね。だから意外とあんまりめちゃくちゃ強いってわけではなかったですね。それよりもこのエンハンス4のドレインが結構意外と強くて、うん、ミラー回復強いですから、まあ、確かにこれなんか雑に6とかでビーラーこれとかつけてドレインするっていうのは割と強かったですね。はい、まあざっと今コウモリヴァンパイアこんな感じですけど、まあ、あとゴブリン入れときますか。まあ、ゴブリン採用するかどうか、はい、やっぱねこの環境で一番強いのもこいつですかね。会員の信者ナンバーワンオーメン、会員の信者はもうこれが会員の信者なんですか。いや違う、これ先一で置かれるとゲーム終わっちゃうんで、これの最高の回答がやっぱりゴブリン。なるほど、上から取れるっていうのがやっぱ偉いですね。今ほんとどのクラスにもちょっとゴブリン入れとくかみたいなありますからね。こう昨日ウィッチからゴブリン飛んできました。ウィッチからゴブリン飛んできてなんかマナリアとかなのかなと思ったら普通に2ターン目マジックミサイルみたいな。ちょっと気が気まない会員の信者嫌いすぎだなと。他に何抜いたんだそれ。めっちゃ笑っちゃった。やばー、エンジェルスナイプがないですからね、ウィッチは。だもうアグロ寄りにして戦いたいならゴブリン採用はありっちゃありですけど、先行1ターン目とか後攻1ターン目では相当偉いフォロワーではありますね。確かにね。でもうほんと11課絶欠なんだって今回。こいつが11番目絶欠なんだ。絶欠のゴブリンだから。絶欠のゴブリン。こいつは特殊ボイスついてるから絶欠の。でもゴブリンって結局入れるとしたら本当一ターン目が強いから。そう、一ターン目以外もう弱いっすね。すね、だから一枚ピン出しとかっていうよりはもう三枚じゃないですか入れるってなると。うん、先行一ターン目に引かないとっていうところありますね。うん、でも入れたら入れるだけ後で引いてる時のリスクが高まりますよ。そうなんですよ。なんかそこまでって考えるとちょっと怖いですよね。ヴァンパイアでも 1コスト余りがちなことはあるんで、奇数のターンこの信者が絡まないと埋まらないっていうことは多いから、まあ、ゴブにそこまで腐らないかなと思います。うん、とりあえず出しといてね。ただリソース負けの線は太くなるから。そう、太くなりますね。ここ枚数もちょっと調整ですかね、入れるとしたら。じゃあこんなもんですか。まあね、はい、まあヴァンパイア、コウモリヴァンパイアといえどもまあいろいろとね、考えることがあるんですよね。ちょっとここからまとめてみましょう、せっかくなんで。ちょっと僕らなりの、そうするとね、もうレイジの、はい、デッキバレちゃうんだよ。いやまだここからあと1日ありますから。じゃあまず抜く、リリムも抜く、カイン翼も抜く、まあ、こうなっちゃうよね。ゴブリン、まあそうですね。ゴブリン、そう、あれですか、絶欠のゴブリンが。漱石1デビューシブ1ですか。ここが悩みの今なんだ。 あとフラウルスも3になってるから、うん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 。じゃあまずじゃあ一番最初にゼロコストから見ていきます。ちょっととりあえず眷属への贈り物の枚数、うん、3はね必要ないと思います。マジですか。でも3あって、僕がアグノムさんに説明したのは、はい、あった時のこの
ジャガンの悪魔とのシナジーはめちゃくちゃ高いです、うん、ここのシナジーもありますね。ああ確かに、こっちだけフォレストバット出して一掃するっていう。確かに確かに。なんで盤面も強くなって自傷も上がって、うんうんうん、7ターンリーサルそのままで、ねうん、いけちゃうっていう可能性あるんですけど、ちょっとねやっぱ他にも割きたいっていうことを考えると、まあ、2とりあえず2でいいんじゃねえかな。一旦2にしますか。0はないっす。まあ0はないっすね。0はないっす、うん、あちょっともう一つそういえば候補あったんですけど、何ロッコスマデモンストーム、ああ1枚とか入れてる人いますよね、はい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 、あの深海切れた後の横並べが結構邪眼の悪魔しかないっていう。そうっすね、うん、できるだけしかもビーラに効いたいじゃないですかこのデッキ、うん、深海切らずに横並べを処理できるスペルとしてデモンストームを採用してる人が結構います、ね、あそれは確かになんかそれはあるな。相手のなんかこっちがロイヤルとか使ってる時になんか相手のヴァンパイアが進化権なくなったら油断して結構横並べしますもんね、はい、それでこれ飛んでくるとマジかよみたいな。結構意識外のカードだから、はい、レイジとかでも非公開の大会ならかなり刺さる場面もあるんじゃないかな。確かにそれありますね。確かにこれありだな、うん、ありありありデモンストームね。あこれ1枚入れたらちょっとかっこいいな。銀座氏がかっこいいなこれ一枚入れんの。ここに来てデモンストームが活躍するなんてね。うん、プライズのカードですからね。まあそうっすね。まああとはほんとね自分の好みにはなってくるんですよ、うん、結構考えるとヴァンパイア結構入れたいカードありますね、うん、そう入れたいカードはたくさんあるんですけど、どういう風に立ち回りたいか、どうやって勝ちたいかとか、うん、何のクラスを読むかっていうところでね。だから本当一先とか減らすとギガキマウィッチとか弱くなっちゃいますよね。ギガキマはそうですね、うん、遅くなっちゃうんで、うん、その分意外とそうですね、ギガキマの回復でずらされちゃったりしますね。そうでフォロワー展開しちゃうと向こうもスペルブーストが進んじゃうんで、うんうん、一先埋めてくれる顔立てとしてはそうギガキマには強いですね。ギガキマには強い、ミラーにはちょっと弱くなっちゃったりするっていう、うん、まあほんと難しい。ただねこいつそうだ忘れてた、こいつの候補はいい、こいつさ事前評価めちゃくちゃ高かったけど、はい、今は全然採用されてないですね、はい、書いてあることすごい通じてね頭部じゃないかと、頭部の再来じゃないかと言われてたんですけど、はいはいはい、もう3点除去がミラーめちゃくちゃあるから、はい、まあ多いっすね、今すごい処理しやすいですよね。やっぱ突進が偉かったですね、頭部は。確かに倒しつつあとこのちょっと控えめなさ、自分のターンごとに1回っていうのがさ、何回でも起動すれば何回でもいいんだな。もうちょっと強かった、こいつまだワンチャンあったんですけど、ちょっとないかな、こいつは。まあちょっと、まあ、どのデッキにもほとんど今採用されてないと思うんで、間違えることはないと思うんですけど、まあとりあえずね。あでもデモンフラウロスさんは多分ね、あの皆さんねやりすぎっていう風な意見も飛んでくるような気がするんで、そうなるとデビルシープか漱石今1枚だからどっちか2枚にするとかですかね。だったらデビルシープですよね。デビルシープかな。あでも結構なんかちょっとまあこんな感じ。人先が抜いて眷属への贈り物も減ってそこに、ただ人先もね多分ね入った感じですね。ちょっとヴァンパイアオタクみたいな人が怒ると思うんで、デビューシープ入れたらなんか欲しいですよね。確かに確かに、どうせならそうね、3点こっち0ダメージですからね。あそうするとドローを減らすかって話になってくるんですよね。漱石かな。うん、俺も漱石な気がする。ちょっと純真はやっぱり 3って少ないじゃないですかこのデッキ、はい、埋まんないですからね、うん、さっきも言ったんですけど奇数のターンがマナコストが埋まらなくて3とあと5コストですね、はい、純真プラス2で動いたりすることが強いから、うん、純真はちょっと入れたいなっていう気持ちありますね。あでもデモンストームがちょっとおしゃれに光ってるからいいっすね。なんかめっちゃおしゃれなデッキになりましたね、うん、おしゃれなデッキになりましたね、うん、これなんか0時終わってつぶやいたら結構ねかっけえなってなりました、ね、デモンストーム入れてやがる一先1みたいな、まあね、うんうん、一先1は答えだったのかみたいな、重要さんかっけえなってなりました。いやーねそうね、パンパイア極めてんなってなりますよ。でもゼロでもありだよ、はいはい、うん、ゼロでもありだから あとは何のクラスを見るかによってこの枚数、うん、採用枚数が変わってくるかなっていう、うんうん、ところですね。はい、といった形ですかね。うん、勉強になったな、はい、ということで皆さん、0時直前ですから
まあおそらくヴァンパイア、ほぼほぼ持ってく人多いとは思います。まあ一番多いでしょうね。うん、まあこの動画をちょっと参考にしていただいて、最後ね爪の作業をやっていただければと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、はい。